高知県長岡郡の市長岡郡は、高知県の郡、人口6369人、面積4 4 9 2 8 k ル、人口密度14.2人、k 平方メートル以下の2町を含む、1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記2町のほか、下記の区域にあたる。郡の設置時期は不明だが、 最大時給境内で発掘された、後期2年以前の木管に、長岡という軍の名が見えるので、これ以前にあったことは確実である。また、石上遺跡から出た木管に、岡表と記されたものがあり、このがだいぶ薄れているがちょうとも読めそうな形である。もし、長岡表なら、表制が敷かれた7世紀に設置されたとみなせるが、断定はできない。平安時代には、 土佐国の国府が置かれた。式内社、縁儀式新明帳に記される軍内の式内社。1、御免庁に、西本三村3.3里村4、十四村5、三和村6、稲尾村7.5大三村8、高須村9、大津村10、寺村11、大四村12、野田村13、長岡村14、岡村15、国費。 左村16、れ田村17、深海村18、瓶岩村19、上層村20、大村21、吉野村22、東本山村23、天壺村24、西豊長村25、東方長村。ありがとうございます。